HRTF1、HRTF1 HR チームは、イ一世界選手権に2010年から2012年まで参戦していた、スペインの F1 コンストラクター。過去に、チーム名の通称として、ヒスパニアレーシングイ一チームとも呼ばれていい。当初は、元イ一ドライバーのエイドリアン・カンポスが代表を、務め、当初のチーム名は、カンポスメタ、だった。 元会一ドライバーのエイドリアン・カンポスを代表として、率いる、1998年に設立された、カンポスレーシングが F1A の参戦に興味を持っているとして、2009年にエントリー候補としてノミネートした。カンポスレーシングはそれまでの開カテゴリーで、ワールドシリーズバイ・日産を手始めに、ユーロ海3や GP2 にも参戦、計6回のドライバーズチャンピオン、5回の チームチャンピオンを経験したチームであった。また、同チームからビタリー・ペトロフ、ルーカス・ディグラシ、ロマン・グロージャン、セルジオ・ペレスなどを排出している。会一進出計画のため、2008年に GP2 チームの株式の多くをスペイン人実業家のアレジャンドロ・アガック売却し、GP2 チームはカンポスの名を残しながらもアダックスチームとして、現在も活躍している。 会一チームは会社名カンポスメタチーム名カンポスグランプリバレンシアにはイベントサイジやスポンサー獲得 PR マーケティングを行うメタイメージ社を運営しマドリッドにチーム本拠を構えたエンジンはコスワースを搭載しダラーラ及びエクストラクト技術提携を結んでいる当初のチームの方針としてスペイン人と南欧人 南米を含むをドライバーに据えていた。2009年最終戦アブラビ GP が行われている最中、アイルトンセナの追いであるブルーノセナとの契約を発表した。これは、このシーズンのストーブリーグは相次ぐ、チーム撤退やスポンサー撤退などの兼ね合いで、いくつかの大チームでも混迷を極めた中での新人ドライバーとしては、異例の速さでの契約であった。しかし、 話題性は十分であったが、スポンサーはなかなか集まらず、資金不足に陥り、ダラーラへのマシン購入資金や参戦費用もままならない中、2010年2月19日に創設者のエイドリアン・カンポスが代表を辞任すると発表された。その経営権を筆頭株主であるホセラモン・カラバンテ二条とした。公認の代表として2008年まで、 ホースインディアのチーム代表を務めたコリン・コレスが就任した。また、従来のチーム名称は創設者のエイドリアン・カンポスの名が由来であったが、上記の通り筆頭株主であるホセラモン・カラバンテー、経営権を上としてカンポスが辞任したこともあり、名称を改めて、ヒスパニア・レーシング会1チーム、ヒスパニア・レーシンフ一1チームとして、新体制を発表することが、 開幕戦バーレーン GP を目前に控えた3月4日に、新本拠地となるスペインのムルシアで行われると公表された。この当初に希望した新チーム名称は、ホセラモンカラバンテの会社、グループヒスパーニャから由来している。体制発表会では、2010年の F1 を戦う、同チームのマシンと共に、インド人ライバーのカルンチャンドックが2人目の、正ドライバーとして、 正式発表された。名称変更が FIA に受理され、2010年3月3日付の FIA の公式エントリーに新チーム名称 HRTF-1 が掲載された。そして3月4日にスペインのムルシアで発表会を開催し、会1マシン、会110を披露した。披露されたマシンはダークグレーをベースカラーとし、 チームのスペインを象徴する赤と黄色の彩色が施されていた。カンポースより経営権を譲られ、開幕戦までに参戦を間に合わせる必要性があったために、開幕戦までにマシンテストは行われないままであった。チーム代表のコリン・コレスは急ピッチで体制を整えるために開幕戦バー r ン g p まで1日2時間の睡眠しか取れなかったと語った。 なんとか開幕戦までに参戦したマシン界110は、その試行期間に間に合わせるために、序盤戦に使用されたサスペンションは、金属製のものであった。通常の F1 マシンは、カーボンファイバー製のサスペンションが使用される。4月17日、SAF1、スパイカーで、正ドライバー経験、ルノー界1で、テストドライバーの経験がある、山本サコを、そして5月5日には、 ジャガー、レッドブルレーシングで、性ドライバー経験、ホンダやスパイカー、BMW ザウバーで、テストドライバー経験のある、クリスチャンクリエンを、テストドライバー兼リザーブドライバーとして迎え入れた、ことが正式に発表された。マシンについては、前日の通り、ダラーラとの提携をもとに同社に、マシン製造を委託した。しかし、ヒスパニアレーシング側が求めるような、 満足できる結果をを残せせなかったたことによりチームは負を募らせたまた、マシン開発の手こ入れができない状況から3月にチームに加入したテクニカルコンサルタントのジェフ・ウィリスがチームを離脱する可能性があるという噂まで囁かれた。それらの背景とチーム代表のコリン・コレスの意向、マシンの独自開発を目指しているもあって5月26日に ダラーラとの契約解消が正式に発表された。また、将来的なチームビジョンに関して、コリン・コレスは何らかの技術提携によって2011年度マシンの独自開発プロジェクトを近日中に発表することを予定とし、5月にはフェラーリとの提携を目指しているとも語られ、7月にはトヨタ関係者と会合しているところを目撃され、トヨタとの提携が 合意間近であると認めていた。しかし、トヨタとの技術提携は合意に至らず、最終的には決裂した。イギリス GP では、ブルーノセナに代わり山本サコンが出走し、ドイツ GP では、カルンチャンドックに代わって山本が出走した。戦術のような特艦工事的なチーム体制であったため、開幕戦バーレーン GP では、両ドライバー共に、 ぶっっつけ本番となった。特に、チャンドックは金曜、土曜のフリーセッション3回ともにマシントラブルら、出走できず、予選を走行し、トップから10秒遅れの予選再開となった。これは、他の新山チーム、バージンレーシング、ロータスレーシングと比較しても3秒以上も遅い、タイムであったため、古参トップチームらに2002年までに導入されていた、レギュレーション。 107%ルールを復活させるべきで、あると苦言を提された。仮に、バーレーン GP の9-1でトップだったアロンソが、記録した154.612と、最下位だった、チャンドックが記録した9-1タイムに4.904を比較すると10、108.97%になり、107%ルールが復活すると、予選落ちとなる。そのために、次戦オーストラリア GP では、 開幕戦に間に合わなかったカーボンファイバー製のサスペンションを実装し予選で3秒以上のタイムアップを記録した。また、このレース決勝ではチャンドックがトップから5周遅れながらも見事に完走を果たした。第3戦マレーシア GP、第4戦中国 GP ではサバイバルレースの中で2戦連続両ドライバーともに完走を果たし、 着実に戦闘力を上げていることをアピールした。第5戦スペイン GP では共にリタイアを起死したが、第6戦モナコ GP では、ロータスのヤルノ・トゥルーリの前を先行する活躍を見せたが、71周目のラスカスで、トゥルーリが仕掛けたオーバーテイクにリ両ドライバーが接触しロータスのマシンがチャンドックのマシンの上に乗り上げるという大クラッシュをして、レースを終えた規定により、 感想扱い。一7戦トルコ GP では予選からセナがバージンレーシングのルーカス・ディグラッシュの前でポジションを獲得。決勝でも好調なスタートを切りバージンレーシングの2台の前に出て彼らよりも上回るペースでレース展開を運んだ。ディグラッシュをコース上でオーバーテイクをする等の活躍などを見せたが燃料系トラブルでリタイア。チャンドックも残り5周で 同じく燃料系トラブルでレースを終えたチャンドックは乾燥扱い。続く第8戦カナダ GP でもチャンドックが乾燥した。イギリス GP ではセナに代わりテストドライバーの山本サコンが出走し、翌ドイツ GP とハンガリー GP ではチャンドックに代わって山本が出走した。また以降のグランプリでは山本がチャンドックに代わり正ドライバーに昇格することが発表された。 イタリア GP では多くのチームがモンチャに対応した高速サーキット用のパーツを準備するが、HRT はシーズン中で最もダウンホースを必要とされているモナコ GP と全く同じリアウィンを持ち込んでいた。当該の事象によりマシン開発の遅れが目立っている。点は否めなく、同グランプリの予選ではバージンレーシングから1秒のタイム差が開く結果となった。また、 上記のことから、資金難を噂されたが、コリン・コレスはこれを一周した。しかし、アップデートが行われない状況は続き、その後のシンガポール GP になっても、同じリアウィングを使用していたことを、外線帰国後の山本が、モータースポーツジャパン2010フェスティバルインを、台場にて公言している。シンガポール GP では、山本サコンが、 食中毒を患ったためにクリスチャン・クリエンが出走。日本 GP、韓国 GP では山本が復帰し、両レースともにチームにダブル完走をもたらした。ブラジル GP とアブダビ GP は山本に代わってクリエンが出走した。最高位は14位となり、同順位を獲得したバージンとの回数差で上回り、コンストラクターズランキング11位で終えた。しかし、 乾燥率こそ高かったもののマシンの開発では、バージンに対して漏れを取っていたことは否めず、目下のライバルであるバージンと、周回あたりのタイム差は1秒近い開きがあった。2010年の終盤戦より、来季に向けたチーム体制の安定と確率に向けた、動きも活発となり、前述のトヨタとの技術提携の破断など、マイナス要因があったものの、 11月2日には2011年より、ウィリアムズイニアボックスの供給を受ける技術提携に合意したことを発表した。また、11月6日に、スペイン人実業家で、テレフォニカの元会長、クレディスイスファーストボストンスペイン投資銀行の CEO を務めた人物で、かつ、スペイン国内において、企業や政治的コネクションに太いパイプラインを持つ人物として、 知られるを新しいパーナーに迎えることを発表した。1月7日、元ジョーダンに2005年まで在籍していたナレン、カーティケヤンがヒスパニアレーシングと契約したことを発表し、後にチーム側からも公式にリリースされた。その後、3月9日にビタントニオリウッツィを製ドライバーとして契約したことを正式に発表した。2011年度のマシンは、 テクニカルディレクターのジェフ・ウィリスとチーフデザイナーのポール・ホワイトが制作を担当する完全独自設計のパッケージであり、新マシンの名称は回111であると発表した。新車発表は当初はシーズン開幕直前の3月3日にバーレーンの最終合同テストで行われる予定となっていたが、3月11日にカタロニアサーキットにて発表会が行われた。 3月10日、スペインを本拠地として、コンピュータセキュリティ製品を開発、販売するパンダセキュリティとのスポンサー契約を発表した。4月29日、インドの自動車用、バッテリーメーカーであるベースをテクニカルスポンサーとして契約したことを発表した。シーズン途中となるイギリス GP 前に、カーティケアンに代わり、レッドブルレーシングの育成ドライバーであるダニエル。 リチャルドが出走することが発表された。さらに数日後、スペインの投資会社であるテサンキャピタルが、ホセラモーンカラバンテから、チームの株式を買取主要株主となった。7月21日、元会一ドライバーであるルイスペレスイコールサラが、アドバイザーとして就任したことを発表。チーム名の通称である、ヒスパニアを廃止し、正式名である、 hrt にする方針を固めた。9月、テクニカルエンジニアとして、ジェフ・ウィリスに代わって、ヨルグザンダーを迎え入れた。しかし、すぐに、技術陣が、ジャッキー・エッケラートやステファン・チョセなどに変更された。開幕戦オーストラリア GP まで、ストーブリーグ中の間に、テスト走行を全く行うことができなかったために、事実上、 レースウィークのフリー走行がシェイクダウンとなった。しかし、マシンのパーツが届けられないなどのトラブルが発生したため、予選ではマシンのポテンシャルを全く発揮することができずに、今季より復活したレギュレーションである107%ルールに抵触てしまい、予選落ちとなった。第2戦マレーシア GP までに新型のフロントウィングを投入し、 ようやく予選落ちすることがないレーススピードを発揮し、予選突破したが決勝では、両ドライバーリータイヤとなった。第3戦中国 GP では、予選、決勝ともに再開ではあったもののリュッツィが22位、カーティケアンが23位と、両ドライバー2周遅れながらも完走を果たした。その後、モナコ GP では、リュッツィが十六位で完走を果たし、カナダ GP では、バージンズ ロータス勢を抑えきり13位で完走を果たした。イギリス GP からダニエル・リチャールドを起用し、カーティケヤンとはシートシェアする運びとなった。その後、バージンのマシンがアップデートをしたためにほとんど立ち打ちができなかったが、両ドライバーともに着実に完走を果たした。初開催となるインド GP では、リューツに代わって、カーティケヤンが母国ドライバーとして起用され、 17位で完走を果たしている。コンストラクターズランキングとしては、カナダ GP におけるリウッジの活躍によって11位となったが、年間を通して、バージンのマシンよりもレーススピードが明らかに劣っており、今後の改善が注目される。2012年度よりウィリアムズからカーズの供給を受けることを発表している。2011年11月21日、 2012年の F1 世界選手権より、スペイン人ドライバーのペドロデラロサが、レギュラードライバーとして起用することが発表された。12月15日、チーム代表を務めたコリン・コレスが解任されることが発表され、代わって、それまでアドバイザーとして就任していた、ルイス・ペレス・イコール・サラが、チームの新代表になったことが発表された。 1>, 1月31日にテクニカルディレクターだったジャッキー・エッケラートが解任され、トヨタ TF-101 のデザイナーであるジャンクロード・マルテンスが就任したことが発表された。2月2日にセカンドドライバーにナレーン・カーティケアンと契約したことを発表した。2月8日、チーム本拠地をムルシアからマドリードに移転し、屋内競技場であるラカハマヒカの1万戦。 平方メートルを改装して本拠地として使用することを発表した。去年に続いてチーム体制の変更などが重なって新車を発表するまでに十分な準備期間を設けることができず、今年も開幕戦オーストラリア GP をぶっつけ本番で走らせなければならなかった。そのため、再び予選で107%ルールに抵触してしまい、予選落ちとなった。 第2戦マレーシア GP までには予選をクリアできるレーススピードになったが前年の実質的ライバルであったバージン212年の F1 世界選手権からマルシャ、会1チームとして申請からも完全に速さに開きができていた。その後多くのアップデートを重ねながら迎えた第7戦カナダ GP ではデラロサが 今季初めてフリー走行から公式予選まで全てのセッションでマルシャの2台を上回るタイムを記録。決勝でもマルシャやチームメイトのカーティケヤンがオプションタイヤで走行する中、デラロサはプライムタイヤでそれらのドライバーを上回るタイムを連発するが、デラロサ、カーティケヤンともにブレーキトラブルが発生し、今季初のダブルリタイヤとなった。2012年11月12日、 HRT を所有する手、サンキャピタルは、チームの売却を発表し、複数の新オーナー候補と交渉中であると、コメントした。地元スペインの報道では、チーム存続には4,0ユーロ、約40億5、500万円が必要であり、中東やインドの投資家と交渉中であること、サードドライバーのマーチンホは、馬尾の資金持ち込め期待していることなどが、伝えられた。その後、 新オーナーの発表はなく、売却交渉が破断となり、すでに HRT は解散に向かっているとの報道が流れ始めた。最終戦ブラジル GP を前にして、デラロサは将来について何も知らされてないことを明かし、チームが存続することを願っているけど、この段階ではそれ以上のことは言えないと語った。12月1日、FIA は2013年シーズンの アーリーエントリーリストを発表したが、そこに HRT は登録されていなかった。追加エントリーが認められる可能性も残っているが、テクニカルディレクターのトニック・ケレラは、自身のツイッターで、4年前、私は友人に、会一チームを作ろうと持ちかけた。3シーズンが過ぎ、HRT の最終章が綴られたと語った。その後、チーム代表のサラもチーム解散を認める発言をした。 2013年1月末には、アメリカとカナダの投資家グループが、HRT の買収を計画し、スコーピオンレーシングの名で、会一エントリーを目指している、と報じられた。2月半ばには、チームの資産の大半は、自動車用品のリサイクル業者に売却された。また、F112 の一台はピレリに所有権が移っている。2013年3月8日に発表された、 最終エントリーリストにも HRT の名は記載されておらず2013年シーズンの不参戦が確定した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。